皆さんこんばんは。戦国無双5公式放送第3回新会、新会じゃない司会進行を務めます柴田勝家役の竹本英二です。よろしくお願いします。ありがとうございます。それでは早速ゲストの方に登場していただきましょう。この方から自己紹介よろしくお願いします。皆さんこんばんは、誰かよくわからない役の津田健次郎です。よろしくお願いします。なんとかかんとか役になってるこんな出方なんだ。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そしてこの方です。どうぞ。はい、皆さんこんばんは、瀬名役の照井遥です。よろしくお願いします。バザーイバザーイ照井来ちゃいました。なんだその落ち着けっていうの。なんだよDD がね今ね D が番組を落ち着けっていうことなんてないだろう。ないね。初めて見た。盛り上げろはあるけどさ、うん、初めて見たよ。なんだそれは、ね、ああそうかそうか、落ち着かなきゃ。そして最新情報を紹介してくれるのはこの方です。はい、皆さんこんばんは、プロデューサーの小井沼です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。以上のお三方をお招きしてこの4人で今回の放送を進めていきたいと思います。この番組はプレイステーション4、ニンテンドースイッチ、スチームで発売される戦国無双シリーズ最新作、戦国無双5の最新情報をお届けしますよ。本日も新型コロナウイルス感染拡大防止のため、はい、アクリル板をきちんとねこうやって設置して、最大限の注意を払ってお送りしておりますので皆さんご安心ください、はい、ということで本日のお品書きから見てみましょう。こちら、新たな無双武将発表、ついに全27名が明らかに。さらにさらに本日のゲストお二人が演じる武将のアクションや信長光秀双方で語られるストーリーを実機プレイで紹介。もう何のことだよくわからないぞ、気になるな、うん、そして最後最新トレーラー映像初公開、うん、以上となっております。楽しみですね。ですね。そういうことで津田さんの役の発表はこの後、日付が変わったぐらいに。そうですね、予定しております。だからまあずっとね、ずっともう終わった画面をそうそうそう続けていただいて嘘ですよ嘘ですよ、ちゃんと放送中に発表しますよ。そしてツイッターではこんなキャンペーンも開催されていますよ。戦国無双公式ツイッターアカウントをフォローしてハッシュタグ戦国無双5番組見たよをつけて番組の感想をつぶやいてくれた方の中から抽選で5名様にサイン入りクリアファイルをプレゼントいたします。初めて発表される情報盛りだくさんなのでどんどんツイートして拡散してくださいね。よろしくお願いします。はい、僕が演じてる役の予想もね大歓迎でございますからね。おうおう、ぜひハッシュタグ、戦国無双5番組見たよ、はい、これでつぶやいてください。津田健はさ、うん、あのファンからの声で、はい、何役ですかみたいな予想ってまだ来てないまだ来てないんで、うん、早くくれよあれ半切れですか、ね、いや本当ですよ、早くくれよ。おお、来ましたよ、コメントが来てますよ。イケメンやん、いい声すぎるでしょ、イケボ。いや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 、そういうことじゃないんだ。そういうことじゃない。それじゃないんだ、違うのよ、役の予想よ。北条氏康ね。あーなるほど、足利義輝。あーなるほど、うんうんうん、あーいいね、将軍いいね、はい、津田将軍いいですね。将軍いいですね。ですね、将軍って呼んでもらうよ。うん、いいですね。なったらもしも将軍だったらよ、三好朝廷もいいね、いいね、いいね、はいはいはい、あーいいキャラが多いですね。うん、うん、すごい、直虎って女じゃねえかできるかもよ。イケボで、そりゃできますよ、もう。そりゃもうね、津田先生くらいね。もうそれはもう楽しみですね。何でも来いですよ。さあ皆さんどんどんツイートして盛り上げてくださいね、はい、よろしくお願いします、はい、それでは改めて戦国無双5のコンセプトを小井沼プロデューサーから紹介していただきたいと思います。お願いします。はい、それではスライドお願いします。はい、おさらいになりますけれども、うん、これまでの戦国無双からストーリー、キャラクター、ビジュアルを一新した新シリーズの開幕となる作品となっております。はい、うん、津田健、今回からビジュアルが一新されたんですけども、はい、戦国無双ってあの前からご存知ですか。はい、知ってます、はい、そんなイメージじゃなかったでしょ。イメージがガラリ、そうなの、めっちゃシャープな感じでめっちゃかっこいいですね。そうなのよ、
この和の雰囲気が強調された。確かに確かに、そう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 、イケメン、イケメンですよ。めっちゃかっこいいな。照井どうですか。いや、いいで、ね、何を触ってる、何を触ってる。イケメン、イケメンを触ったの。イケメン触れるかなと。あー、そこはね、あの全然あの、うん、ソーシャル関係ないから、いくら触っても大丈夫。そう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 。あ、そうですね、ここの壁はソーシャル関係ない。そうなんです。照井もちょっとあの二の腕あたり、上腕二頭筋とか触ってみたら。あ、触れる。あ、硬い。どう、硬さは。あー、結構鍛えられてますね。ですよね、はい、ね、見た感じね。当たり前だよ、戦国武将なんだ。そうでした、すいません。意外とぷよぷよですねって言われた。それちょっと寂しい。さあ、そして本作では総勢27名の戦国武将が登場しますよ。スライドでおさらいしてみましょう、はい、これまでに23名の武将が公開されました、うん、今シルエットになっている武将が本日発表されますよ。この中のどれかが津田健ですよ。皆さんどれでしょう。これも当てたら嬉しいですね。このシルエットだみたいな。確かに、ね、確かに。まずどこか予想してもらう、うん、予想、うん、それいいね。右上、右下とか、右下はないか、右上か左下しかないけど、そうそう、マジックかなんかでパソコンのモニターにこうやって丸つけていただいて、ね、これが津田健。そうですね、うん、それもやってもらいたいね。油性ペン、油性ペンで油性ペンでなんでなんで油性ペンなの。いや、思い出、今日の思い出を忘れない、ね、今日の思い出にね、消せない思い出大事だよね。そうそう、大事、うんうん、思い出が消えないっていうのは大事ですよ。さあ、前回は家康を演じる大坂亮太君に語っていただきましたけども、うん、瀬名についてお待ちかねです。照井ちゃんにもお話を聞いていきたいと思います。スライドどうぞ。瀬名でございますよ。おお、まずは鳥沼さん、瀬名がどんなキャラクターか改めてご紹介お願いします。はい、瀬名はですね、非常に勝ち気な性格なんですが、うん、愛情深く献身的な一面もあります、うん、伴侶である家康を支えるために自らも強い意志を貫く強い女性となっております。いや、これ僕ね、あの、うん、照井のことはもう人生で一番可愛がってる後輩ですから、はい、ありがとうございます。すごいね、それは、はい、本当ちょっと今ので庄司梅香がカチンときたところはあるかもしれませんけども。なるほど。まあ梅香のことはとりあえずほっといて、あの、僕は照井を一押しなので、ね、なるほど、今押してるわけですね、はい、あの、愛情深く献身的な一面っていうのはもう照井の中にも完全にあるなと思うんですけども、ど、はい、優しくて愛情豊かで、なるほど、俺みたいなやつにもね、もうあなたのことはいいと思いますよって、なるほど、言ってくれるから。あのクズみたいな先輩。いやいや、そんな、誰が言ったそれ。つだけ、そのクズみたいなのってちなみに誰が言ってた。俺、お前が言ってんのかよ。じゃあしょうがない、じゃあしょうがない、ね、そう、そう、でもタケコにもね、優しくしてくれるのよ。すごい尊敬してます。でもこの非常に勝ち気な性格ってのがね、照井の中に俺は見たことがなくて。なるほど。これどうなんですか、照井さん、瀬名演じてみて、その勝ち気な性格とかっていうのは。瀬名の勝ち気な部分は、でも一言でなんか勝ち気といえば勝ち気なんですけど、すごい彼女自身、私から見てすごい複雑な感情いっぱい持ってるというか、なので勝ち気にもちょっと深みがあるというか、なのでそこから向き合っていって、向き合っていって、向き合っていって、でもそのちょっと一見勝ち気っていうところはちゃんと表現できるように頑張りました、はい。イエーイ、最高だぜ、最高な、リリック最高だぜ、パンチライン。すいません、すいません、ごめんね、申し訳ない、今日俺ずっとこんな感じかもしれない。いいと思います。楽しい、僕は好き、僕は好きだけど、番組的には分からん。あなただから許されると思ってるの。他のゲストだったら許されない。なるほど、ことだけど、まあまあ、あなたと私の関係ですか。はい、はしゃいでいきましょう。はしゃいで行ってください、ぜひ。今日ははしゃいで帰ってください。すいません、こんなんで。小沼さん、すいません。すいません、本当にこんなんで大丈夫でしょうかね。はい、ちなみに楽しくやりましょう、はい、今回照井を呼んでくれたのは、はい、誰ですか。僕が前回はしゃいだからですか、うん、多分そんな忖度だったような気がします。なるほど。表だって言われるとはずい。忖度されてる、私もメンバー見て、えって言わないで、ね、ちょっとびっくりしたので。ありがとうございます。いや、とんでもないです、聞いていただいてありがとうございます。じゃあちゃんとね、はい、瀬名のことをもっと紹介していきたいと思います。そうですね、なんか演じる際に意識した点っていうのはどこがありましたか。瀬名は正直めちゃめちゃあって、
あのディレクションでも最初にそのいろいろ言っていただいたんですよ。ここで言っていい話かなっていうぐらいいろいろ言ってもらって、あ、多分ダメだと思う。ダメですね。あの僕歴史好きなんでセナのあの一生を大体存じ上げてるので多分ダメです。じゃ多分言えないんですけど、すごいいろんなこと言っていただいて、正直あとても難しいなっていうところがあったので、一生懸命とにかく一生懸命私なりに演じたんですが、やっぱり戦国時代とかさ昔の人ってさ生き方が苛烈じゃない、はい、今の現代人の感覚からいくと想像もつかないような人生を歩んでるわけじゃない、はい、家を背負ってとかさ、うんうん、なんかいろんなものを背負って生きてる中でそれを自分の中に落とし込んでいくってすごい大変だよね、はい、うん、分かるよ。お前は頑張ったよ。ありがとうございます。完璧だよ。いやいや精一杯頑張りました、うん、はい、それでは、はい、ここでセナのイベントシーンの映像を初公開します。はい、小犬さんどんなシーンですか。はい、実家であるですね、今川家を攻めることを、家康が瀬名に伝える際の一幕となります。先ほどの話でもありましたけれども、家康を支える瀬名の強さが分かるシーンとなっております。うわ、これは強烈なシーンですね、うん、それでは照井さん、はい、凛々しく愛情たっぷりな V 振りをお願いいたします。セナの覚悟を見てください。セナ、私は駿河を攻めることにした。何ですって？駿河は今川の本拠よ。織田に寝返った挙句九州を討とうだなんて。しかし私は。なんてね。いいわよ、分かってるから。信長に三河伊東の攻略を託されたんでしょ。私は桶狭間でおじさまが死んだ時に徳川と共に歩むと決めたの。だから私のことは気にしないでいいわ。あんたは徳川のためにやるべきことをやりなさい。セナ、すまない。そなたの覚悟を無駄にしないためにも必ず勝利してみせよう。いや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 、待ってくださいよ、うん、今画面に夫と妻がいたんですけども、はい、津田健見えましたか？見えませんでした。見えなかった、うん、ねえ、すごく意外なカップルでしょ、うん、あんなカップルが戦国無双では実現するんですよ。いやいいですね、夢のある世界、すごく新鮮でした、ねえ、はい、そうなんですよ、楽しみ。僕らもね、はい、大阪くんみたいなショタボイスが出せればね、はい、出せればね出せればね、頑張りますよ、それ頑張りますよ、はい、聞いてみたい、はい、僕らも長年中学生やったりとかしてますから、やったりしてますね、20年近く、ね、はい、でもショタではないか、ショタではない。初期からあんま変わってない、変わってない。ということで小犬さん、はいはい、あの僕さっきから歴史好き歴史好きって言ってるんで、はい、あのすごく気になるし、前回の放送後も反響がかなりあったんで一応聞いてみるんですけども、うん、瀬名が登場するってなるとどうしてもあの信康、徳川信康の一件がどうなるんだろう、はい、そのあたりさっきの照井ちゃんの話との絡みもあってどうなのって気になってるんですけども、なんか喋れることってありますか？いや、そうですね、それについてはですねさすがに、今日は何も言えませんので、ぜひですねゲームをプレイして確かめていただきたいなと思います。ですよね、はい、なるほど、大事な下りなんで、はい、大事な大事なもうね、はい、照井ちゃんのそのね悩みに悩んだ、はい、その練りに練ったお芝居を、うん、皆さんぜひ楽しみにしていただきたいですね。はい、はい、ということで瀬名のさまざまな一面、内面的な部分とかを見てきましたけども、アクションも気になりますね、うん、ここからは実機プレイで瀬名の戦いをご覧いただきたいと思います。小犬さん、注目ポイントを教えてください。はい、スライド出ますでしょうか。はい、はい、瀬名は、薙刀の使い手となります。空中攻撃が得意な薙刀ですが、今日はですね前回お見せしなかった薙刀のみでの可能な空中での神速攻撃や、うん、瀬名固有の空中チャージ技、
無双奥義回伝にご注目いただきたいです。おー、それでは早速見ていきましょう。よろしくお願いします。おお。うわっ、おお、かっこいい。かっこいい。今はそうですね、はい、うわー、すげえ。結構距離あるね。そうですね、一通り通常攻撃と神速とあとは空中での、まあ、攻撃を見ていただけ、空中見たい、あ、飛んでる飛んでる飛んでる、空中からも連続技がつながる、がるなぎなたとなってます。これは神速攻撃、神速ですね、はい、かっこいい、飛ぶね、飛ぶね、思った以上に飛んだね今ね。声が凛々しい、あやっ、ね、あ生で今ちょっと普通のテルイです。今のはテルイなのね。今のはニャーって言ってます。ニャーって言ったらもうテルイだね。はい、ダメニャーはダメだね。よしよしよし、おーおーい、何何、すげえの出た、すげえの出た。これはあれですね、空中で固有チャージですね、こちらの方が竜巻を飛ばして広範囲の敵を一掃する、技となってます。セナ固有の技なんだこれ。そうですね、固有の空中チャージ技ですね。セルエ、これなんていう技なの、名前は。あ、竜巻竜巻、竜巻、竜巻スペシャル、竜巻スペシャル。なるほど、勝手にね今ね。じゃあちょっと今から照井が叫ぶから出してあげて。あ、はい、出る、竜巻いくか、竜巻、物足りないって出た、もう出た、出ちゃった、すいません、ちょっとセナの喋っちゃった、かぶっちゃった、いくよ、せーの。最高、最高ですね。何よ今の。ちょっとおいスタッフ、おかしいだろ今のタイミング、狙ったのお前、俺に恥をかかせやがって。俺だけならまだしも、照井にまで恥をかかせやがって。やってくれたの、青鬼との全面戦争じゃ。竜巻スペシャル出すぞ。でも出てます、竜巻いっぱい出てます、出てます、今スタッフさんが取り返してる。本当だ、すごい、竜巻スペシャル、あ、出た出た、素晴らしい、そんな技ではありません。はい、これから最後の、無双奥義回伝をお見せしたいと思います。見たい見たい、はい、うわ、それまで敵を本丸に近づけたくねえな。よし、南側の織田勢を押し返せ。ハラマ、ごめんなさいね。いや、いいんですよ全然。敵の増援がこっちに向かって、そんな、とんでもない、とんでもない、謝っていただく。いや、そんな、いや、すごい、あんなサービスあるんですか。これいいですね、めっちゃかっこよかったですよ。うふうってなったね。わあ、わお、さ、サービスありがとうございます。ありがとうございます。すいません、なんかこれ、いや、もう台本では照井さんに感想を聞くことになってるんですけど、ちょっと僕がもう感想が、いや、もう言っちゃってる、散々言ってねえ、うん、もう画面見てずっと言ってた、ずっと言ってた、なんだったらちょっと画面と会話してた、してたしてた。いやいや、そんな、いやいや、そんなっつって、ごめん遊ばせて、いや全然いいっすよ、言っちゃったから、言ってた言ってた、それぐらい入り込めるっていうことですね。だけどどうですか。いいですね、めっちゃかっこいいね、うん、コメントとかでも、あ、すごく使いやすそうっていうのも、そう、うん、攻撃範囲も広そうだし、そう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 、でアクションも早かったし、うん、そうですね、ありがとうございます、うん、かっこいい、素晴らしいですね、かっこよかった、めっちゃ嬉しいです。これは自分のアクションシーン見るの初めて、うん、初めてです。どうでした。いや、めっちゃかっこいいですね、うん、宙舞ってる姿、うんうん、私もやりたいって思いました。んごめん、ごめんなさい、私がワイヤーアクションってことですか。宙を舞うってこと。ワイヤーなしで、うわ、すっげえ、どういうこと、どういうこと。ジャンプ力を身につけるってこと。空中戦、私もやりたいくらいかっこいいなって思いました。やりたいくらい、やろう、うん、よし、いずれやろう。いつか、おじさん頑張るよ。トランポリンかなんか用意して、そうね。広いスタジオで。ということで、セナについてご紹介しました。それでは皆さん、お待ちかね、はい、最後の4人の武将の発表と参りましょう。最初に紹介するのはこの武将です。ドン。
サイカマゴイチ。演じるのは今までと引き続き磯部博さんでございます。傭兵集団サイカ州の統領、受けた依頼は必ず成し遂げる冷静な仕事人、合戦や暗殺を乱世を生き抜く術と捉え、物事の善悪には興味を持たず、特定の人物に対する忠誠心も皆無。史実でも鉄砲隊を率いて信長の前に何度も立ちはだかった人物とされています。孫一は雑賀衆の統領が引き継ぐ名前で、時代によって異なる人物であると言われております。さあ、この雑賀孫一ですけども、得意武器は何ですか？はい、得意武器はですね、大筒となります。攻撃距離を切り替えられる大口径、大きな口径の射撃武器で、近距離を一掃する散弾、遠距離を砲撃できる榴弾、起爆で広範囲を選別できる地雷弾の3種類の弾を自由に切り替えて戦うというのが、この武器の特徴となっております。いやー、これはまたね、トリッキーな戦い方ができそうですね。3種類もあるってことは。照井さん、どうですか、このキャラを見て？いや、おひげがあって渋いですね。しかも声が磯部さんですよ。 いいですね、かっこいいです。強そうね。もうマラソンも速そうだよね。はい分からずはいっていうのはやめなさいそうなのかなって思ったんだね。そう思ったんだね、はい、ありがたいね、はい、優しいな本当ということで、はい、雑賀孫一は磯部さんということで、津田健の武将が雑賀孫一ではなかったということで、なかったですね。予想してた人も何人か先ほどからいましたけども、違いました、違いましたね。残念でした。ということで津田さん、ちょっとじゃあはい、何でしょう。軽いのよ。じゃあ軽いね俺たちずっと軽いのよ。ずっと軽いね、二十何年間ずっと軽いのよ。ふわ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 生きてきたから ね、もう変えようがないか。そうだね、オッケー、このまま行こうぜ。よし、じゃあ、あのヒントちょうだい。ヒント、うん、あの雑賀孫一との絡みって多かった、はい、多くなかったですね。なるほど、うん、他にヒントになりますよね。そうですね、なかった。え、じゃあどこだ。うん、つぶやいてつぶやいて、みんなこうやって、いやこれ今のはヒントになってないぞ。なってない、全然分かんなくなった。さらに分かんなくなった。分かんなくなった。そうです。それでは気になりますね、次の武将を紹介しましょう、はい、こちら服部半蔵。演じるのは引き続き黒田高也さんです、はい、なんと徳川の家老、かつて伊賀忍団に属した忍びで、縁あって徳川に仕官、若くして当主となった家康の側近となり、その成長を支えるべく邁進。史実で知られるのは2代目の服部半蔵でございます。忍びではなく武士であり、槍の名手としても名を馳せ、鬼半蔵と呼ばれました。あの半蔵門の名前の由来となった服部半蔵は2代目ですね。知ってましたか？あ、2代目、はい、なんですね。そうです、2代目っていうことだけ引っかかってくれたんだね、ありがとう。半蔵門では半蔵門、そう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 、そっちそっち、そうなんだ、へへやったぜ、へいっぱいもらったぜありがとうさあ、その服部半蔵ですけども、得意武器なんすか？はい、得意武器は忍者刀となります。近接格闘を得意とする武器で、はい、忍者刀の他にですね、手裏剣を用いた中距離武器攻撃も可能となっております。状況に応じて2つの攻撃手法を切り替えて戦うことができる武器となります。あ、これはまた使いやすそうですね。照井ちゃん、半蔵は男性のキャラとして見た目どうですか？いや、最高ですね、何より忍びですから、はい、忍びです以上でしょうか？いや、私職業があったら忍びになりたかったぐらい。え、職業に忍びがあったら忍びになりたかった。なりたい。今ちょっと思いつきのところ。適当に言ったんですね。適当に言ったのね。でも適当に喋るんだね。だね。あれ、俺の思ってる照井と今日ちょっと違うのが。あなたの多分ね、うん、あの感じが影響が出ちゃってる可能性あるから、ね、こういう感じで今日は行かなきゃダメなんだなって思ってらっしゃるのかもしれないね。あなた結構影響力あるから。そんなことない、うん、周りがみんな、あ、なんか適当でいいのかっていう、よく言ってるよあなたの周りで。え、マジで、うん、そうなんだよ、適当でいいんだよということで、はいはい、服部半蔵でもなかった、はい、津田さんの演じるキャラクター、ね、半蔵ではないですね。じゃあこれもヒントになるのか聞いていいですか、はい、服部半蔵とは絡みありましたか？
絡みがありました。ある、うん、直接会話もあります。直接会話、はい、服部半蔵が直接会話するってあんまり忍びですからね、うん、そうなの、そうなの、あんまりペラ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 行かないから行かない、うん、あれさあつぶやけつぶやけみんな誰だ誰だってことは徳川か、すごいいっぱいいっぱい出てますよ、徳川の人か、予想してくれてるんじゃない、ね、ああ徳川家が結構増えてきました、はいはい増えてきましたね、あ風魔小太郎ね、ああなるほどね、パターンもあるね、なるほど、だから直虎だとだから女なんだよ無双の世界はさね、うん、まあいいや、ということでこれは有力な情報が出ましたね。それでは次の武将を見てみましょう。こちら弥助、演じるのはパディ・ライアンさんです。今回新規参戦武将となります弥助、信長の従者、その風貌を気に入った信長に召し抱えられ武士となる。異国の者ながら日本語を介し難解な熟語すら使いこなす。まっすぐな性格で孤高を貫く信長に寄り添い続ける。大事、この一文大事。なるほど、もうね歴史ファンからすると弥助はねここが大事なのよ。いやわかるな、そのキャラでいてくれるんだ嬉しい。史実では宣教師が来日した際に連れていた彼が、信長が、彼を見て関心を示したことで武士としての身分を与えてそばに置くことにしたと言われています。いやこれは熱いキャラが出ましたね。さあその弥助ですけども得意武器は何ですか小犬沼さん。はい、得意武器はコテとなります。コテ、コテ、コテ、まあ、武器、武器、武器がですね、はい、武器がコテ、武器コテですね、はい、防具ですよコテなんて言うのかな、こう殴る、殴るコテ、殴るコテ、はい、殴るってすごいな、すごいな。で近接、戦闘に特化したですね、怒涛の連続攻撃が、まあ、連撃が持ち味の武器ということで、うん、チャージ攻撃後はですね強化状態になって次に繰り出すチャージ攻撃が大幅に強化されたりしますので、隙のないですね、隙の少ない連撃で敵を寄せつけず、まあ、強化されたチャージ攻撃で敵を一掃することができる武器となっております。なるほど、史実の怪力弥助にちょっと沿った設定なんですね、うん、そうですね、はい、これは熱いな、いやもう弾幕が熱かった、もう最初すっごい戸惑いが、うん、そりゃそうだよ、クエスチョンマークだ、弥助弥助弥助って、うん、いやみんな出たらいいなぐらいには思ってるけど、うん、出るとは思ってない、ところだからこれは、あともうぶわー盛り上がってた、うん、歴史好きからするとちょっとねっていうところが胸熱なのが来ましたよ、うん、ということで照井さん、はい、もう一回弥助のあのイラストとか出る、どうですか弥助は。最高ですね、全部最高だねやっぱり心がまっすぐ、心がまっすぐで寄り添い続けるっていうのが一番です。ありがとうございましたドヤ顔いただきました、やりきったぜみたいな、うん、私やりきったぜ、私すごいこと言ったぜみたいな、はい、名言が出てしまって、名言ね、後で探してみますね、どこが名言なのか、ね、はい、タケポンが喋ったことそのまんま繰り返してたからねということで須田健次郎の役は、はい、弥助じゃなかった。なかったですね。誰も予想してなかったから惜しくないと思うけど。そうだね。うん、違った。ということで最後のヒントお願いします。津田さん、弥助との絡みはありましたか。いやー、ほぼなかったと思いますね。もうこれは徳川決定だな。あ、そうですか。弥助は信長の近くにいて、うんうん、で半蔵と親しいんでしょ。うん。うん。俺も徳川の人だ、はい、あんた徳川の人だ、どうかな、え違うの、どうかな、早く教えてよ、何何何なのよ、あ俺が言えば教えてくれるのか、ついに、はい、津田さんのキャラクターを紹介します、ごめんなさいとわちゃわちゃしました。27人目ですよ、ラストです、はいはい、津田さんの演じるキャラクターをとうとう発表します、はい、それでは津田さんキャラクターになりきるか、津田さんのいつものか、面白いのかかっこいいのかよくわからないけども好きなように V 振りお願いします。 VTR 言ってくれ、ただの津田健。秀吉、須の俣での築城は見事だった。かの城なくして勝つのは難しかっただろう。はは、ありがたきお言葉ですが、須の俣城はオイラ一人の手柄ではありません。ああ、分かっている。桃地三太夫
と言ったな。世話になった。お前は伊賀の忍びか？さよう。お呼びいただければいつでも参上します。お役に立ちますぜ。いやー、騙された。ハチスカじゃないんですよ皆さん。ということで最後の武将は津田健次郎さん演じる桃地三太夫です。はい、新規参戦武将となります伊賀忍団の棟梁、気さくでひょうひょうとした忍び。秀吉を介して織田と共闘して以降、信長の傘下で汚れ仕事を請け負うようになる。秀吉からはかつて世話した縁で兄貴分として慕われているキャラだそうです。これはもう、なんか何から何までって驚くことばかりですけども、はい、まずは得意武器の方を確認してみましょう。小沼さん。はい、得意武器はですね、鎖鎌になります。詳細は後ほど実機プレイでご紹介しますので、その時まで、ね、お待ちください。お、見たい見たい。で、本作におけるですね、桃地三太夫は若き日に、戦火で家族を失って、忍びの修行に打ち込み、やがて似た境遇の若者を集めて、伊賀忍団を結成した設定となっております。で、現在はですね、伊賀忍団の棟梁となっているキャラクターで、先ほどヒントでもありましたけれども、半蔵とはかつて共に伊賀忍団を率いた中で、半蔵が伊賀忍を抜けて徳川家に仕えたので疎遠になってましたけれども、まあ、織田徳川の同盟関係により久しぶりの共闘にするようになったという関係の設定となっております。へえ、これはちょっと歴史好きも混乱しますよ。津田さん、今回、はい、桃地三太夫演じてみて、まずキャスティングされてどうでした？なんかね、あんまり言えないことがいっぱいあるんであれなんですけど。あるの？いやいやいや、ネタバレちゃうでしょ。ああ、まあそう、そうそうそう、だからまあでもすごくなんかドラマチックで、いや、楽しかったですよ、やってて。秀吉の兄貴分なんだね。そうなんですよ。秀吉に寄り添って力添えとなってみたいなところがから始まって出てきますよ。それは楽しみだね。はい、ちなみに津田健って戦国時代とか好きなの？はい、詳しかったりするの？詳しくないし。あれ？全然詳しくないんですけど、はい、かっこいいなと思ってます。かっこいいな。信長とか超かっけーとか、あと武田とか、武田とか信玄か、信玄かっけー、風林火山かっけー。あれ？風林火山？テニスじゃないよね。違う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 。大丈夫だよね。大丈夫大丈夫大丈夫。はい、違います。戦国無双の方。ああ、そっちね。よかったよかった。戦国の方。また混乱してんのかなと思って。いやいや、混乱しない混乱しない。あ、そうですか。じゃあ桃地三太夫っていう名前は知らなかった？なんか聞いたことありました。なんか聞いたぐらいだった。そう。だからそういうキャラクターをやらせていただけるんだなと思って。いや、もう本当ね、桃地三太夫つったら、はい、歴史好きの中ではもうね、人気トップ3に入るか入らないか、入らないか、惜しいな。惜しいね。ぐらいの上級キャラですよ。いいですね。トップ3に入るか入らないか、入らないか、入らないかぐらいだから。惜しい。4位とかかもしれない、ね、4位とかかもしれない、ね、そうなの。時代によっても変わるしね。そうそうそう。で、あと架空を入れるのか本物だけなのかとか、いろいろあるから。それは違いますね。それ人によってさ、ジャンルがあるから。ジャンルがある。俺もいや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 言い合うのよ、戦国好きは。戦国好きはね、よくね、言うのよ。こだわりがあるから、皆さん。そうそうそう。桃地っつってもそれ本当、何、巻いてんのか。なんで巻いてんのか。いやいや、あと1時間ぐらいこの話しましょうよ。戦国好きが戦国をやりたいがためのゲームでしょうがよ。確かにその通りだ。俺が盛り上がって実機プレイを行きましょうよ。それは行かないと。それは行こうよ。それは行こう。それは行きましょう。実機プレイね、先に行ってよ。それでは桃地三太夫の実機プレイをご覧いただきたいと思います。落ち着いて竹棒、落ち着いて。小沼さん、はい、実機プレイの注目ポイント教えてください。はい、スライドお願いします。はい、今回は有名な砂又一夜城のエピソードの序盤をプレイします。桃地と秀吉の関係がうかがえる会話シーンにご注目ください。また近接長距離を使い分ける鎖鎌の技や、忍びの棟梁らしいアクロバティックなアクションも必見となりますので、ぜひご覧ください。はい、では早速見てみましょう。どうぞ。
今川との戦いに勝利した信長は、ストーリーの方から今回は実機プレイの方は説明というか流させていただきます。ちゃんとねこのストーリーを見ることによってあこういう話なのか、これがこうなってこいつを倒すために今頑張ってんだなっていうのをちゃんと分かるようになってるんだよね。なんで須賀県とかみたいに歴史にあんまり詳しくない人でもちゃんと、ゲームを追って見ていけば歴史の流れが分かるようになると。勉強になりますね。テルイは歴史は名乗りを上げたのは皆まで言わせるなってやつですね。ありがとうございます。分かりました。読んでくださいね。聞いてください。ちゃんと分かるようになっておりますよ。伊賀忍団統領、これが桃地三代。ここに出てくるって意外だな。角又築城戦。で、稲葉山城攻めの要となる城を作るのに俺たち伊賀忍団の手を借りてえと。頼め桃地の兄貴、せっかく掴んだこの好機逃したくねえんだ。それにオイラと兄貴の仲だろな。あこの通りうまくいけば礼だって弾むよ。ったく相変わらず調子のいいやつだ。仕方ねえ、かわいい弟分のため人肌脱いでやるか。本当か、ありがてえ。よっしゃ、いっちょやったるぞ。はい、なんか関係性がだからすごく楽しいんですね。あれねっていう感じのね、子犬みたいな、そう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 、なんかすごく明るく元気、それをひょうひょうといなしながらちゃんと見るところは見て、やることはやる、なんか信頼関係が見えるみたいな、なんかすごくだからいい関係ですね。なんか演じててだからすごく楽しかったですね。いやー、ということで、早速、アクションの方見てみたいと思います。どうぞ。来た来た。一通り通常攻撃とチャージ攻撃をお見せしますので見ていただければと思います。あと新速攻撃ですね。忍びらしくてやっぱりちゃんとね飛ぶのも決まってるね。築城の手だれども西の砦だ。鎖が、鎖だ。まずはそいつらを現場に連れていかない。かっこいいですね。かっこいい。ちゃんと伸びてるしね。伸びてちゃんとシャッて戻ってくる感じが、かっこいい。やっぱいいですね、忍び。お、来た。やっぱ職業としてはね、一番憧れたもんね。そうですね、なりたい職業。忍び、忍び。2021年1位。何を言ってんの。テルイハルカ調べ、はい、前年から急上昇。急上昇。子供たちの憧れの忍び。それはどうかな。テルイハルカ調べ、調べだから、あくまで。あくまでも個人の感想です。おー、なんだすごい。なんか出ましたよ、小犬さん。はい、チャージ攻撃の中にああいう技もありますので、はい、あれってもしかしてこういうアクションですか。そう、あ、固有ではない。固有ではないんだ。え、津田健今のこれ、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 何、なんてやつ、なんてやつ。え、これで出勤したいですね。出勤、学校とか会社とかこれで行きたいぐらい。そう、あの給油とかをみんな弾き飛ばしてるけど大丈夫。通学途中に。それはちょっと危ないですけど、出勤に向いてる。そうか、出勤に向いてる。この技の名前何ですか、津田健。出勤スペシャルです。出勤スペシャル。仲間を弾く出勤スペシャル。じゃあぜひアフレコ、アフレコお願いします。出勤スペシャル出してやって。いくよ、せーの。今のうちに攻めて。あ、すごい。出勤スペシャル。あ、到着。ようこそ。5分遅刻です。5分遅刻だ。遅刻したんかい。出勤スペシャル上司め。なぎ倒す。なんでよ、やめてあげて。遅刻した上にそんな暴挙はやめなさい。電車が遅れたんです。その代わりにそれ使ったんやろね。はい、これがですね、通常のなんだなんだなんだ、カツワザの武装奥義です。非奥義ではないですけど、普通の、はい、武装奥義となりました。何今のかっこいい。今の遅延証明書ください。
乱発してたよ、正面正面空中にババババありがとうございます全員の分俺にくれもらっちゃったそういう感じ1枚でいいから1枚でいいんだね枚でいい後で使えばいいそうな何の話だちょっとプレイ時間短かったので、はい、あの無双費用あの費用費じゃねえや無双費回転までは出せなかったんですけれども、はいあのこちらの方も非常にかっこいい必殺技持ってますので、はい、ぜひあの実機プレイでお楽しみいただければと思いますこれはもうじゃあもう本当にぜひプレイしてくださいそうだね、はい、ぜひですね、うん、通勤スペシャルと通勤スペシャルと、チェーンションでくださいそれですを、ね、駆使した上に、うん回転もぜひ皆さん使ってみてください、はい、ということで本日紹介した4名を含めた27人の無双武将が戦国無双5に登場いたします改めて見てみましょうこちらです、はい、さあ小犬さんついに27名全てが明らかになったわけですが、うん、改めて今作の無双武将についてコメントしていただけますかはい、そうですね今回は信長の時代を新たに描き直すということでですね物語をより深く表現するために、まあ、時代設定に沿った中での武将を選定させていただきました、まあ、よそどりの武将とか意外な武将とかいらっしゃると思うんですけれども、まあ、これらの武将がですね様々な形で物語に登場してきてですね本作ならではの戦国時代を描いていきますので、うん、ぜひですね戦国無双5ならではの戦国絵巻にご期待いただきたいなと思いますのでよろしくお願いいたしますはいありがとうございます、はい、ということで津田健のキャラクター桃地三代を含め、全てのキャラクターが出揃いました、ね、これは楽しみですね、うん、楽しみですねモニターにねあの印つけちゃった人本当違うところにつけてたかもしれないね、うんうん、油性だからもうねそうもうダメですから、うんはいでも消えない思い出って大事だもんねそうですね外れたのもいい思い出ですそれそうですよ、うんうん、ポジティブいいことです素晴らしい、はい、ということで新たな無双武将のご紹介でしたさあ今回はもう一つ実機プレイを通して今作のストーリーに関わる重要な情報をお伝えしますよさあ再びゲーム画面お願いしますということで小犬さんステージ選択画面ですけどもこれは信長編っていうのと光秀編っていうのがあるんですねはい、今回は、まあ、信長の時代を焦点当ててますけれども光秀編からもあの同じような時代を描いておりまして、まあ、あの2つの視点から、ストーリーをそれぞれ補完する形となっております、なので、各ルートですね、まあ、これ今六条合戦があって下にもあの光秀の六条合戦があるんですけれども、はいはいはいまあ、こちらでちょっとずつあのストーリーの見え方が違いますので今回あのどのようにこのストーリーモードを楽しんでいくかというところをご説明させていただければと思います。はい、では実際にプレイして見てみましょう。そうですね、まずは六条合戦ですね、信長編の方からスタートさせていただければと思います。うん、お願いします。はい、これはどういうことだ？ストーリーがちょっとずつ違う。視点が違う。六角義方、三好三人衆を破った織田信長は足利義昭を奉じてついに上洛を果たした。いいですね。義昭いいキャラしてる。信長は直ちに朝廷に働きかけて義昭を将軍の座につけると、京の本国寺に将軍家の仮御所を設置、うんうんうん、将軍家の警護役として光秀と秀吉らを残し、自身は盟友の長政を伴って本拠の美濃へ帰国した、うん、なるほど、うん、六条合戦義昭様を無事に京に送り届けたことだし、これで少しは天下も落ち着くかな。そうはいかない。しっかりした。将来につかせたとはいえ、チャラい感じありますけど。ちょっとチャラい感じあるね。将軍家に忠を尽くす者がどれほどいるか。だから兄様に長政様が助けてあげるんでしょ。今はそうだな。俺も兄様助ける価値のあるうちは助けるな。兄様。それってどういう。にゃーん。ありがとう。旧社が参りましたぞ。かっこいいのが出た。かっこいいやつ来た。今日追われた三好三人衆にまたも不穏の。テルイどうよ。最高です。長野さん、ただちにお疲れ様でした。ありがとうございました。いや美声です。不穏の動きったって。あよかった。演技要請はまだだろう、ね、声優やっててよかった。いや本当ですね。今から動かねば間に合わん。
まだ将軍が撃たれては困るのでな。うん、ここまで、終わった。終わった。ここまでは、表裏、信長編の六条合戦のストーリーが入っ、ストーリーの説明とイベントが今流れたっていうところです。なるほどなるほど。なんでこれこの後少しだけ実際、実機の方を出しますので、そちらの方を見ていただいて、ちょっと全部じゃないですけども今回実機プレイをさせてもらいたいと思います。この主役2人の、それぞれの視点っていうのがまだいまいちピンときてないんですけどね。そうですね。なので、この、説明を見ていただいてという感じ。この後はっきり分かるんですね。そうですね、はい。どうなってんだろう。ハケポンがテルイさんを見てる視点と、僕がテルイさんを見てる視点が違うみたいな。多分これは一緒じゃない。あ目線の問題の話ですか。思いが強いでしょ。でもお前テルイに思いないのかよ。いやありますよそれは。ないだろ今 100% なかったじゃん。じゃあすいません、合戦の方に入りますので、ごめんなさ い, ごめんなさい巻き込んで、すいません。さっきのイベントの後にこの合戦があります。で、六条合戦はですね、信長編の方はですね、柴田勝家とかお市も登場しますので、今ちょっと待ってください、勝家じゃないですかこれ。はい、勝家ですね。いいね、お前ら全員ぶち殺す。そんなこと言ったかな。かっこいい。よしあき、ちょうどイラつく喋り方いいキャラしてるわ。いやなんか人気出そうですね、よしあき。ねえ、よしあき人気出るよ。うわ力強いね。うわあれ終わり、ちょっと待って。で、ちょっとこ今日はですね、勝家の活躍が番組が推してるのでここまで。なんじゃそれ推してるって誰のせい、俺のせいか。指を刺すな、指を。はい、今日はね、戦闘の話ではなくて、ストーリーとしてこういう風に見えますよという説明ですので、ちょっとすみません、戦闘に関してはここまでにさせていただいて、ですね、この後ですね、どういうイベントが見られるのかっていうのはこの後見ていただきたいなと思います。どうぞ。はい。信長殿、遠くからよう駆けつけてくれた。私を大切にしてくれていること、心から礼を申すぞ。この機に、そなたを副将軍に推挙したいと思うが、もちろん受けてくれよな。俺にそのような大役は似合いますまい。それよりも、今日の守りをより堅固にしなくては。そうか。世話をかけてすまぬな。もったいなきお言葉。ではこれにて。はい、っていうのが、今の六条合戦を信長編でクリアした後に見られるイベントの一部となっておりまして、でこれがですね、先ほど同じ六条合戦で、明智の方にも、ストーリーがあったと思うんですけども、それをクリアするとこういう、イベントが見れますよっていうのをこの後お見せします。はい、どうぞどうぞ。信長様は義明様への謁見を早々に打ち切り、仮御所より下がられたとのこと。何を考えておられるのやら。信長殿は一刻も早く都を再建しようとしているのだ。俺もそのことで信長殿に相談しようと思っていた。はっ。ではそれがしは先に戻っておりますゆえ。先の六条での戦、勝利こそ収めたものの、結局信長殿に助けられる始末。天下一新への道を切り開くため、俺もより一層刃を研ぎ澄まさねばな。あれは信長殿と姫様。鼻の下で一体何を。はい、このようにですね、はい、同じイベントについて双方の視点で描くことでより物語を深掘りしていくという形に今回はシナリオ方は作っております。照井さん両方見てどうでしたか。いや、信長様と濃姫様が鼻の下で一体何をして、鼻の下ちょっと言えない
どうする。まあ、そうなっちゃうよね。番組ではちょっと。番組ではちょっと。ちょっと私が振ったみたいになってる。いやいやいや。そんなじゃない。本当、テルさん、すいません。それはちょっと僕が。申し訳ないです。それはですね、信長編をプレイすると、まあ、そういう信長と濃姫の間にどういうイベントというか、まあ、シーンがあったのかっていうのは、そちらの方のイベントを見てもらえれば分かるようにはなっております。なるほどね。あ、そこでやっと分かるんですね。そうですね、はい、そう両方見ると 早く見ないとね、はい、ちょっと今悶々としちゃってるから、ね、いや本当なるほど。ということでこういうことなんですね。これはもう両方シナリオやんないとダメですね、これは。なるほどね。ということで、今回の実機プレイはここまでとなります。それではここで戦国無双5の最新情報をご紹介しますよ。まずはここで初公開となるセカンドトレーラー映像をご覧いただきましょう。最後の最後までじっくりご覧ください。どうぞ。時は室町時代、野望ひしめく戦国の世で新たな時代を切り開く者たちがいた。尾張の若き当主織田信長、破天荒な振る舞いでうつけと呼ばれ、無謀な戦いを次々に挑む。目つきよ、負けると思うか。俺はお前を信じるだけだ。このうつけは美濃斎藤家に仕える武将明智光秀、信長との運命的な出会いを果たす。うつけがもう一人。美濃での一戦で力を認められた信長は斎藤道三と同盟を結んだ。その頃駿河の今川義元は三河を支配下に置き勢力を拡大。いずれは天下の覇者にもなろう。長良川の戦いで斎藤道三が討たれ、明智城も焼き払われる。全てを失った光秀の流浪の旅が始まった。時を同じくして越後の上杉。そなたらの正しきは何だ。甲斐の武田。西国の毛利。各地で大名が割拠していた。毛利を倒して雨子を再興する。共に理想を叶えるために強くなろう。北近江の浅井長政は信長の志に賛同、光秀も加わり、信長は上洛に向けて大きな一歩を踏み出す。天下一新。これをなすのに我らの戦いは終わらぬ。秀吉、いいぞ。もらった。今オイラたちにできるのは無事にこの戦を乗り切ることだけだ。は、天下一新、それは大きな犠牲を伴う道であった。少しでも親父に笑ってほしいんだ。信長様、奴の執念を甘く見積もりすぎています。狙った獲物は味方ねえ。結局こうなりましたか。最近の信長様に不信感を持つ者は少なくない気がするんだよね。秀吉様、大将首を。たとえ天魔と揶揄されようとも、俺は徹底的に乱世を壊す。たとえその過程で無垢な花がすすけようとも。信長と光秀、新たな時代を求めた二人の運命は。待たせたな、信長。来たか、十兵衛。行くぞ。ご覧いただきました。最後まで皆さん見ましたか。小犬沼さん、もしかして最後のあれは
はい、今回はですね、実はストーリーの進行に合わせて壮年期の信長と光秀も登場します。わー、うん、はい、今回はですね、信長と光秀をより掘り下げるためにこの2名のみになりますけれども、壮年期の姿を用意してストーリーを進めていきます。変わりましたね。なるほど、すごい。はあ、これは皆さんもねびっくりしてると思いますけども、まあ、こちらの方が多分見られてるのかなっていうか、うん、作り手なんで、あれなんですけど、はい、それで、はい、この壮年期のですね、2人の、早期購入特典をの衣装を着ている、ラフ絵も初公開いたします。ほうほう、はい、はい、ですね、大河ドラマ麒麟が来る特別衣装と、初代戦国武将の特別衣装はですね、壮年期の信長、光秀のモデルでも着ることができます。またですね、それ以外の店舗特典で獲得できる信長光秀の特製衣装ダウンロードコンテンツについても、それぞれ壮年期で装備することができますので、お楽しみにいただければと思います。はい、特製衣装はすべて壮年期のキャラでも、つけられると。これは熱いポイントですね。お得感がありますね。ね、それでは改めて商品情報です。はい、改めまして、PS4 スイッチで6月24日に、Steam で7月27日に、発売されるのは、すでにお伝えした通りなんですけれども、今ですね、赤字で記載されてますけれども、ご覧いただいているように、Xbox One の方でも発売が決定しております。はい、こちらですね、ダウンロード版のみになりますけれども、Xbox One 版の方のユーザーの方もですね、お楽しみいただけますので、ぜひご期待いただければと思います。はい、よろしくお願いします。はい、続きまして早期購入特典です。はい、こちらは、はい、先ほども、ご覧いただきましたけれども、大河ドラマ、麒麟が来ると、初代戦国武将の織田信長、明智光秀の衣装がついてきます。うん、信長と光秀が、青年期と壮年期で、それぞれ身につけることができる、うん、できます。なお、大河ドラマ麒麟が来る特別衣装は、PS4 と、スイッチ版と、Xbox One 版のみの特典となりますので、お間違いなきようお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、続きましてトレジャーボックスの紹介です。こちら布ポスターやポストカード、オリジナルサウンドトラック、設定画集が同梱されております。さあ、ポストカードの実物が今日はありますよ。こちら津田健が持っているのが、これは何ですか、誰ですか。僕です。ももちくんですね。ももちっていうとなんかアイドルっぽい方がいて、そうか、なんて言えばいいか分かんない。皆さんが決めてくださる大雄でございます。そして、テレビも持っております。こちらはセナ、かわいい、美しいですね。エルイの指がかわいい。そこかい。ありがとうございます。さあ、続きましてトレジャーボックスの中身に加えて、無双武将27名のミニアクリルスタンドのついてくる一期当選ボックスも発売します。前回は公開された武将のみしかお見せできませんでしたが、今回はなんと27人分の無双武将を全部並べてみました。こんな感じ、ドン、ド迫力。うわ、これ見てください、真ん中、ほう、青年期と壮年期の信長と光秀が並んでるんですよ。なるほど、本当だ。なので27人分って言いましたけども、実体は29体並んでるんですね。ド迫力ですね。ド迫力、これとテンション上がるね。ね、これはすごいですね。すごい、これ皆さんぜひ手に入れてください。よろしくお願いします。続きまして店舗別のダウンロードコンテンツ特典はこちらです。各武将の特製衣装が手に入ります。信長と光秀の特製衣装の壮年期デザインは公式サイトでご確認ください。続きまして店舗別のグッズ特典です。まずはご覧のショップでの特典となります。こちら皆さんチェックしてくださいね。よろしくお願いいたします。うん、さあ、続きましてはこちら。はい、ということでご覧いただいているように、さまざまなグッズがありますので、好みの店舗でお求めくださいね。こちらも詳細は公式サイトにてご確認をお願いいたします。またダウンロード専用の豪華版デラックスエディションには、こちらの特典とシーズンパスがついてきます。シーズンパスは追加シナリオや BGM、 武器、
軍馬など発売後に配信されるさまざまなダウンロードコンテンツをお得にゲットできますので合わせてお楽しみください。続いてタイアップ情報です。消防庁とのタイアップとして火災に対する備えの啓発ポスターを制作することが決定しました。本能寺の変の2人が火事気をつけろって言うとりますよ皆さん。確かに、うん、説得力あるような気がしますね。警報器があればね、うん、そう三つ秀が言うのはどうなんだっていう気がしますね。お前は言うなよお前は言うなって、ね、お前は言うなよ、うん、どの口がっていうのもそうですけども、こちらは6月から各都道府県庁や消防施設などで掲示されます。また兵庫募集のキャンペーンも本日22時30分頃から開催を予定しております。そうなんです。戦国無双5公式サイトの兵庫募集ページより火災予防などに関する兵庫をご応募ください。なるほど。ちなみにゲストのお二人、火災予防の標語どんな感じなのがいいですかね。そうですね、お前の心は燃えてるかみたいなのとかさ。予防なんですよ津田さん。お前の心はさ、戦国無双5に向けてね、燃えてるかと。ありがとうございます。燃えてるのかっていう話ですよ。番組には寄り添っていただいて本当ありがとうございます。火災予防だっつってね。聞こえねえか。おーい、もしもーし。おーはーい。ほらほら、待って、エルイ先生。あ、はい、おーち、よろしくお願いします。戦国無双5を変え。嘘でしょ、すごい。火災関係なかった。俺まだ燃えてるって言ったもんね。ちょっと引っかかってたよ、引っかかってたんだよ。エルイさんそれもなかったもんね。うん、すごいね、すごいね。面白かったです、すごく。ですか。ただ小沼さんはありがとうって思ってると思うよ。はい、ありがとうございます。ただあのポスターはですね、まあ、一番オーソドックスいくと火の用心とか、はい、そういうような、はいはい、あのワードの募集になりますので、ぜひよろしくお願いいたします。ね、いいですね。でも標本ね、皆さん出してください、ね、はい、よろしくお願いします。はい、ます。なんと最優秀作品は、うん、実際のポスターとなって全国に掲示されます。すごい、それすごい、本当にすごいですよ。戦国無双5買えとかそんなんじゃ乗らないからね。いや、もしかしたら1個ぐらい飾られてるもしかしたら。何個もあんの。パターンが。最優秀作品だっつって。すいません、最優秀なんだから1個なんだっつって。ダメだった。さあ皆さん、ふるってご参加ください。続きまして JR 東海さんとのタイアップがありますよ。うん、こちら JR 謎解きとして、うん、戦国歴史謎解きラリーが4月26日月曜日よりスタートします。戦国無双5に登場する武将ゆかりの寺社や城郭などで謎解きにチャレンジ。開催期間は4月26日から7月31日までとなっております。うん、謎解きをクリアすると先着で1000名にイベントオリジナルクリアファイルをプレゼント。さらに対象エリアのうち2エリア以上で謎解きをクリアするとオリジナルアクリルスタンドセットが当たる抽選に応募ができます。ということで対象エリアスポットはこちらです。詳しくは JR 東海戦国歴史謎解きラリーキャンペーンサイトをご覧ください。ということでね、皆さんね、行ける時に、うん、行ける方から、密にならないように気をつけて遊びに行ってくださいね。謎解きよろしくお願いします。はい、ちなみに2人は行ったことありますか、どこか。ざっと見たけどないけど、すごく興味あるね。あ、本当、うん、ぜひね、行けるタイミングがあれば、うん、皆さんぜひ行ってみたい。行ってみてください。てるいちゃんもね、ぜひね、行ってみたいです。行ったことないです。ね、ぜひ行ってみてください、よろしくお願いします。以上、戦国無双5最新情報でした。そして改めてですが、ツイッターでキャンペーンを開催しております。戦国無双公式ツイッターアカウントをフォローして、ハッシュタグ戦国無双5番組見たよをつけて番組の感想をつぶやいてくれた方の中から抽選で5名様にサイン入りクリアファイルをプレゼントいたします。津田健が持っております実物がこちら。これ、お、サインちゃんとね、ここに書いてあります。書いてる書いてる、はい、キラキラしてますね。ももち、勝家、せな、そう、書きましたよ。はい、裏おー、この中に入れよ、ずらりずらり、ド迫力だな、やっぱりすごいです、ね、津田健のは結局は正解は左下だったってことかな。ここ、はい、左下が正解でした。はい、皆さんのモニターのね、左下に丸がついてたら正解です。そうです、一生消えない丸をつけてくれた方、ありがとう、ありがとう。
応募期間は放送終了後から4月27日火曜日夜11時59分までです。放送後もどしどし感想ツイートお待ちしておりますということで、あっという間ですけども、はい、僕とてるいちゃんの楽しい時間が終わってしまいました。あら残念だったね。津田健、はい、いかがでしたか。いや超楽しいですよ。しかもなんかね、こういうのに、新しく参戦させていただいてめっちゃ嬉しいので、ぜひ本当に発売されたらいっぱい遊んでいただけたら本当嬉しいです。ぜひよろしくお願いします。嬉しいね。なんか楽しい。キャラっぽいので一言お願いします。キャラっぽいの。お前の心は燃えてるか。ありがとうございます。火災には気をつけてね。あってはいる、あってはいる、うん、ちゃんとね、うん、ちゃんとフックがあった。そう、フックが、うん、偉いな。危なかった。さあ、そして私の、大好きなアイドル、テルイ様、今日はいかがでございましたか。いや、本当にこんなに、ちょっと本当は緊張してたんですけど、今日本当とっても、とってもやっぱり歴史のあるタイトルですし、あ、そうね、すごいドキドキしてたら、うん、なんかこんな楽しい感じでいさせていただけて、とても幸せでした。こんな楽しいね、お父さんがね作ってるんだよ、この長年のタイトルを。お父さんっていうのは失礼だったね今ね。いや、もう18年目うわ18年前から作ってますから、はい、18年です、はい、すごいな。だって照井がデビューする前からってことですね、はい、うわーすごい、もちろんもう有名な、本当に、ね、本当ありがたいですよ。参加させていただけて嬉しいですよ、ね、すごい緊張してたんですけど、うん、温かく皆さんが、はい、コメントも温かくて。そうだね、はい、うん、ちょっと私も最後に一言。あ、ぜひぜひ。お、戦国無双5買いなさい。以上でございます。買うしかない。そりゃそうだ。俺5本買うわ、うん、ずっと来たもんね。5だから、はい、買ってたんだ。出た、すごい、よかった、すごい、聞かなかった。さあ、ということで小犬さん、いよいよ全武将27名が公開されましたが、発売を待ちに待ってくださっている皆さんに一言メッセージをよろしくお願いします。はい、ですね、最後までまずご視聴いただきましてありがとうございました。いよいよです、いよいよというか、あと2ヶ月になりましたけれども、戦国無双5は発売日予定通り、発売することになると思いますので、ぜひご期待いただきたいということと、あとはですね、この後、公式サイトの方もですね、更新させていただきますので、今日見落としたような情報とかも載っているかもしれませんので、そちらの方確認いただければと思います。またですね、来月も生放送をやると思いますので、よろしくお願いします。今日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。ということで、発売が楽しみな戦国無双5、現在予約受付中です。公式ツイッターではですね、キャンペーンもやってるので、リツイートぜひやってください。お忘れなく、お願いします。番組の感想はハッシュタグ戦国無双5、番組見たよです。見たよの美は漢字です。はい、皆さんからのツイートお待ちしています。丁寧にありがとうございました。本日の放送はこれにて終了です。竹本英二、今日は大変楽しかったです。ありがとうございました。また来月もお会いしましょう。ということで、皆さんありがとうございました。ありがとうございました。また来月。